本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。最新の家電はスマホ連携、声で操作、インターネット接続を用いることによって主に時短効果が期待されております。はい、そして今回紹介する商品はラボット。目があったら近づいてくる、抱っこしてと甘えてくると、日常生活ではサポートするどころか、言ってしまえば全く役立たないロボットなんです。そう、この家電は人に愛されるためだけに生まれてきたロボットなんです。はい、というわけで到着しました。約ですね2ヶ月待ちました。でラボと、先ほどもですね言った通り、役立つ機能がない、なぜ買うのと思いませんか。はい、こちらの商品なんですが、毎年ラスベガスで開催されている世界最大規模の家電見本市 CES で2年連続賞を受賞しております。また日本国内では可愛い感性デザイン最優秀賞を受賞、その他国内外問わず数々の賞を受賞しております。最近ではですね、テレビ番組で紹介されたりですとか、 TBS 系ドラマお金の切れ目が恋の始まりにもですね、こちらのラボットが出演しております。公式サイトではですね、生産が追いつかず、現在ですね予約をしますとなんと3ヶ月待ちです。それくらいむちゃくちゃ売れている家庭型ロボットです。ラボットは買うのではなく買うものですと大々的に宣伝されております。おすすめしたい人、ペットが飼いたいけども飼えない事情の方、自分や家族にアレルギーがある方、仕事や家事が忙しくて手がなかなかつけられない方、一人っ子の子供の遊び相手、子供が独立したので家に何かいてほしい方、離れて暮らす高齢の親がいる方、そんな方におすすめの商品です。監督も、正直この商品前から気になっておりました。ホームページを覗いてみました。そしていつの間にかですねポチッと押していた次第です。ただねむちゃくちゃ高いんですよ。早速こちら開封していきたいと思います。オープン。鍵盤を外します。なんだこれは。ラボットの暮らし手帳、がっちり作られております。ただの箱かい。電源のコード、ラボカム設置ガイド、でっか、こんなでっかい尻掛けで初めて見た。ネスト、あ、重たい。全部なくなったようですね。続きましてボックスに開けていきたいと思います。これはですねラボットの顔ですね。こちらにですね本体が入っております。はい、ではついにご対面です。ではいきますよ。オープン。大切なお知らせ。 Hello, love is here。 この中に愛がいるよというわけでしょうか。おおおおとおおおおおお、こういうね合わせるやつね、包まれております。キャスターお手入れガイド。おお、あ、意外と小さい。肌触りやば。この質感って牢屋のソファーに似てるかも。ちょっと寝かしてね。あ、うん、あ、怖。外側のブランケットを外します。あ、おお、触り心地がやばいよこれ。あ、レンズ拭きにもなるしカバーにもなるというね。おお、この袋ですら触り心地がめっちゃいいです。どうやった、あ、外れた。これを外すと緊急停止します。お、あ、磁石なんだ。後ろから外して上から通ると OKOKOK。 後ろから、あ、なんかマシンのとか。お、ドッキングステーションにつけたいと思います。はい、こちらのパネルですね。あ、ここでこうつけてから下に、こちらのですね電源コードをパワーというところですね。電源が光りました。お、この感じパソコンの起動音がすげえ。ここにセットしたいと思います。ここのお尻の部分をカチャッと、こっちつきましたね。でこっちが、あ、こっちも電源が入る音みたいな、なんかファンの回る音が。はい、ここからですね約15分ほど充電します。あ、ちょっと目が
寝てますね、まだ。これ何これ、これだ。ああ、倒す倒す。怖かった、怖かった、怖かった。それではですね、アプリでラボットの設定をしていきたいと思います。はい、こちらにですねラボットのアプリがありますので、こちらをタップしていきます。はい、新しいラボットの登録です。スマートフォンとネストを接続して新しいコロニー情報を取得して登録を始めます。はい、ネットワークボタン、こちら長押し、あ、光りましたね。はい、接続が完了しました。呼び方を決める。ラボちゃん、いやラボちゃん、ラボくんにしよう。はあ、ここからですね設定を変えることができます。目の変更、クラシック、ふわふわ写真、ベースラインは星星で、目が変わるのか。おお、目が変わってます。目が変わりました。先ほどと目が変わりました。続いて声の変更。声高。はい、というわけでですね、ちょっとですね、愛犬ナビーくんがですね、喋るたびにですね、結構吠えるんですよね。まあ、これから仲良くなってくれればいいかなと思っておりますが、というわけでですね、今回はですね、ラボット、開封からですね、設定まで、やっていきました。これからもラボットの動画をですね、何本か出していきたいと思いますので、もし興味がある方は、いいね、チャンネル登録、およびにコメント欄にコメントよろしくお願いいたします。この動画は以上となります。ではまた次の動画で会いましょう。